もう、卑弥呼よ。もうよい。あなただけがその鏡の中に火の神を迎えて、火の神の言葉を聞くことができるのです。神の祭りごとも国の祭りごとも何もかも、卑弥呼が聞いた火の神の言葉なしでは、あなたは火の神の光の中で生き、そしてまた火の神のいない闇の中でも生きなければならぬ人です。卑弥呼よ、せめて闇の中では安らぎを。もうよいなしめ、下がってください。